ハートお疲れありがとう。中村舞でーす。ありがとうございます。疲れも家もありがとう。そう、パジャマ着てます。髪の毛乾いてない、見て。あんま伝わらん。お疲れ、ロブありがとう。生乾き、生乾き、自然乾燥、自然乾燥はあんま良くないですよね。サマステ楽しみね。サマステね、なんかギリギリできそうだよね。ね、なんかさ、台風がさ来ててさ、どうなるんだろうってなっててさ、なんか結構台風が遅めだからさ、そう、お盆の頃だよね。そうだよね。新幹線動くのかな。そう、でもなんかサマステが13日なんですけど、できそうな感じが。サマステ行くよ。いや、サマステね、めっちゃ暑いと思うんで、本当に、体調だけにはマジで気をつけてください。結構長い、ステージが多分長いと思うので、そう、3ステージあるんですけど、45分のステージが2回と、25分のステージが1回なんですよ。なんで、合計して多分、2時間ぐらいあるんですね。そう、外なので、結構すごいたくさん、スヌーピー、そう、スヌーピーのパジャマ。本当に暑い真夏の、真夏に、雨とか降らないかな。ね、雨降ったらね、湿度も高くなるからね。雨降るのかな。雨なの？やばいやばい。この間、そうだよ、この間雨だったんだけど、やばかったよ。もう土砂降りすぎて、そのステージは屋根あったんですけど、なんかだから雨に直接濡れるって感じではなかったんですけど、雨が降ることでムシムシして、より暑い感じがして、ティフすごかった。
眠そう？起きてます。ハットジャム出ます。27なんで、舞台が25、26にあるので次の日かな。そうだ、その日アットジャムです。ラハット、ありがとう。うん、頑張ります。なんか体を壊さないようにだけ。なんかありがとう。夢、夢でうなされるんですよ。もう本当に本当にもうね、ダメだこりゃ。寝よう。化粧してるよりこっちのが好き。これマジガチで。電話来てもよきちゃんと電話しててさ、なんかさ、お互い寝てさ、さ起きて電話がつながってて、あれ、おきちゃん、おきちゃん起きとるって言ったら、あ、何とかって、なんかまるで起きてましたかの感じの返事が返ってきて、あ、起きとったんたら、うん、寝たよ、うんって言って、で、あ、そうなーって言って、そしたらまた眠くなって寝て、でパッてまた起きて、あれ、起きちゃん、あれ起きとるって言ったら、うん、何、うん、どうしたんって言って、すごい起きてるかのような返事が返ってきて、またで、あ、まだ起きとったって言ったら、うん、寝よったよ、うん、まだ眠いなんか身のない会話をしながら電話を、もうな、どういう電話かわからんけど、でもなんか、でも起きちゃんの寝起きがめっちゃ良くて、なんかまるで私起きてましたけどみたいな感じで会話してくるんですよ、寝起きで、あ、何みたいな、どうした、はいみたいな。電池切れ、いや、それがそう、電池切れしてなくって、充電してたから全然電池切れし、お互いしなくって、で、そう、いつもどっちが先に、いや、だいたい私が最近寝落ちするんですよ。で、なんかおきちゃんはもう結構ずっと喋ってて、で、なんか私が寝落ちしたら切るんですよね、おきちゃんが。なんでなんですけどなんかイレギュラーな電話をしてた。なんでソラハが卒業すると思ったん？あー、なんかね、公演の前にね、めっちゃ大人が来たの
私そういうのすごい、あのなんか発表がある時とかって大人がすごく多くなるんですよ、関係者の方とかスタッフさんとか。で昨日のさ生誕祭さ、マネージャーさんがめっちゃ来たの。本当にいつもマネージャーさんそんな2人とかなんですけど、なんか 5,6 人来て、なんかほとんどのマネージャーさんが集結してて、でなんかそういう空気を感じ取ってしまうんですよ。なんかえなんかあるのかなみたいな。でサラハ絶対に卒業発表しないでねって言いに行って、しないよね、絶対しないよねみたいな。でえせんよみたいな、絶対せんよみたいな。だって本番前に確認しに行きましたね。なんかあった？いや特になんもなくて、見に来てた公演を。だからなんかそういうなんか、わなんか今日人が多い、なんかありそうみたいなのがなんかすごいあって、個人的にそう、なんか何かあるときは人が多いんですよ。あとなんか感じるときはある。まず体験談、うん、なんか花は誰のものの選抜発表の日ってなんか午前中になんかあって、で午後って感じだったんですけど、まあ、夜って感じだったんですけど、その日なんか髪型を結構、昼はこういう羊ヘアみたいなしてて、でなんか夜も羊なのみたいな感じだったんですよ。なんかすごいみんなの、あのマネージャーさんが結構みんなの髪型をこだわってたんですよ。あなんか髪型それで大丈夫みたいな。でだからいろんなこう媒体っていうか、なんか映ったりするじゃないですか選抜選んでいただいたら。だからこうその髪型はっちゃけすぎた髪型だったらさ、ちょっとそうあれだから、え大丈夫それみたいな感じだったんですよ。だからなんかあるのかなとかはすごいそういうので感じ取ったりすごいするんですけど、なんで夜は変えたんですよ。私夜多分変えてるはず、羊じゃないはず、ハーフアップみたいなにしたっけ、なんだったっけな、忘れちゃった。もう髪型みんなね、そういや本当にそういうので察する、うん、ありがとう。次のシングルの発表の時はもう感じるよ、めっちゃ、あーなんかあーみたいな、あーあーあーわーおわーおって感じ。泣いてた時びっくりした。私よく泣くよ。てかなんかはなんかさ、暗闇とかさめっちゃいい歌詞なの。なんかもう私暗闇の歌詞歌っただけで涙出てくるもん。マジで暗闇っていい歌詞やんね。なんかさ
鼻だれの前半4曲とかマジでなんかこう心に刺さるんよ。なんか盛り上がり曲とかじゃないかもしれんけど、あの何ですか、えいウェイって感じの曲ではないんですけど、歌詞がすごく刺さるっていうか心に。涙出る。マイクありがとう。もうなんかどこがって言われたら分からん。全体全部全部全部です。泣くよ。もうダメだ。ここ最近毎日もうボロボロなんですよ。キョエーキョエー心がうん最近なんか本当赤ん坊みたいな感じなんです。眠い眠い、食べる、泣くみたいな、もう赤ちゃんですかみたいな。はい、ありがとう。覚えるの苦手。いやー、頭がパンパンかも。ちょっと苦手なんかな、分からん。まいちゃん何ヶ月だろう。私100ヶ月生きとるかな。生きとるか、全然生きとるわ。今日ね、でもね、本当に夢でね、めっちゃうなされてさ、でもね、なんか夢、夢ってすごいごちゃごちゃになるんですよね。でも夢の中でも配信してたんですよ、私なんか。夢で配信して、金縛りはなってないや。なってないんですけど。夢で配信して、なんか白壁みたいな、白い背景探そうって言って配信するために、やばい、くしゃみ出そう。毎日配信負担？そんなことはないよ。負担ではないけど、なんか すぎて、なんか大丈夫かなとは思うが、なんかね、
ねえ、大丈夫かなーみたいな。しかも最近めっちゃネガティブなことばっかり言っちゃう。それがもう良くないけど、わーって暗いよね私。笑おう。ありがとう。ハハハハハハハ。最近プンプンしたこと、なーい。プンプン？ないなぁ。えん。なんか、なんだっけな。なんか言おうと思ったんだけど、忘れちゃった。あ、でもそう、お姉さんと住んでるので、そうですよ、お姉さんと。もうなんか心がすごい無になってきて、断捨離ができるようになりました。だから家帰ってなんかこうカチャって開けて、物が多いと思って、なんか捨てるかって、もうなんかすごい、断捨離ができるようになったの。断捨離ができるようになります、皆さん。こうなると、めっちゃ物を、そう、もういいこと。生まれ変わるかな。あ、明日になればもう一度生まれ変われる。福建さんありがとう。中村舞です。愛媛県出身です。なんか物捨てれない人なんですよ、本当に。嫌だ、使うかもって思うんですけど、なんかいつまでも持っておけるもんじゃないなみたいな気持ちになって、いろいろと断捨離ができるようになりました。ありがとう。悟り開いたり閉じたり、
最近のライブでまいちゃんの声がよく聞こえて、え、めっちゃ言われるんですよ。でも私そんなになんか声を出してるなんかあれがなくって、自覚がなくって、なんかさ、ライブ中ね、声がね、なんか自分の声って聞こえんのよ、あんまり。なんかみんなの声はすごい聞こえるのにね、自分の声で聞こえんけんさ、あ、なんか出てないなと思ってめっちゃ歌ったらさ、そしたらさ、まいちゃんの声めっちゃ聞こえるよってさ、いろんな人から言われてさ、そう、メンバーからも言われる、声量やばいよみたいな。いや、イヤモニつけてないです。あの大きい箱の時しかイヤモニつけないんですよね。なんで声が聞こえなくって、イヤモニつけてる方が聞こえるんですよ、自分の。なんでちょっとね、声特徴ある？うん、どんな声？こもっとるってよく言われる。こもっとる声しとる。どんな声やって感じ。あと意外と低いみたいな。あ、手に入った。似て黒い部屋が胸しかり、あ、自分の歌わり好きなんだよね。トトバラ、ありがとう。マイクの持ち方好き？危なそうって言われるから迷くないのかな。落としそうって言われる。そろそろ公演開催行きたい。うん、できるかな。なんか弱気になった。ちょっといろいろ活動しててちょっと弱気かも。なんかしたいけどできるんかなみたいな気持ちにはまあなるね。すごい考えて。まあ今はね、ちょっと違うことを頑張らないといけないんですけどね。4月乗り切ることに集中して。そうね、新井理恵ちゃんが話したいって言ってたよ。え、そう、なんかさ、3期生のこと全然ね、そうなんよね、あんま会ってなくて、カラーズの時にね、カラーズの時に話せそうだったんだけどね、全然話せなくって。そうなんよ。そう、でもね、話しかけてくれた子いて、そう、あの浜田ひびきちゃん、ひーちゃんって呼ばれてるのかな、浜田ひびきちゃんとってこと、長谷川のーちゃん、そう話しかけてくれて、
そう、私カラーズの日さそう、もうやばいぐらいどんよりしてたからさちょっと多分話しかけづらかったと思うんだけど、すごい話しかけてくれてすごいね嬉しくってね。違うよ、話しかけるのオーラを出してるわけじゃないよ、なんか悪く捉えすぎ自分の体調が優れんかっただけ。どんな話した？なんかでもずっと話しかけたいって思ってたんですって、なかなか会う機会がないので、そうでも話しかけてくれて、うん、あの終わった後にね、全部終わった後に話しかけてくれて、嬉しかったです。ありがとう。みんなね、なんか、もうひどい、ひどいこと書かないで、しんどい、うん。疲れた。今ね、お香炊いてるんだよね。めっちゃお香でさあ、お香でさあ、もうラベルっていうかいいね、ないんだけど、おきちゃんが京都のお土産で買ってきてくれたお香を炊いて、めっちゃ部屋がねいい香り、リラックスしてるんだ。うん、いい香り。初見さん、中村舞です。愛媛県出身です。うん、めちゃお香の匂いいいよ。なんかおじいちゃんち来たみたいおじいちゃんち来たみたいな気持ちになる。わ、うん、なんか私のおじいちゃんちの香りがします。お線香っぽい、実家みたいな香りがするの。え、本当に本当にそう。ちょっと今は火つけてないけど、こうやって
とさ、昨日のさ、タワーのお礼を今しよう。書いたんだ。でーん、ゆうゆうさん。いや、こんなすっぴんで申し訳ない。ゆうゆう、ありがとう。だだーん、見えるかな。ありがとう、ゆうゆう。ちょっといるかわかんない。いるかな。あ、いた。まいちゃん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。ほら、毛も逆立てておきました。見てください。この頭の毛。ありがとう。ゆうゆう。かわいいでしょ？逆立てたの。いいポーズ。おやすみ。おやすみの時間か。壇上呼ぶ。りょんきゅうさん、きなぺこさん、くまねパパさん、ふっちゃんさん、福太郎さん、シーサーさん、マンモスビアさん、ぽんちゃんさん、ゆずきちさん、YK さん、けいせきさん、みぐろのこうじさん、はやりんごさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみなさいませ。パ、また明日。バイバーイ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 。おやすみ。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。なんか動きが。おやすみ。だね。